ゴードンチャイルドビア、ゴードンチャイルド、都市革命を提案した。また、マルクス主義の社会、経済理論と文化史的考古学の視点を結合させ、一端視された、マルクス主義考古学の提唱者でもある。チャイルドは、最初は、エディンバラ大学において、後に、ロンドンにある考古学研究所において、イギリス在住の研究者として、人生の大部分を過ごした。チャイルドは、考古学、 戦士学における多くの先駆的な本を書き、とりわけ文明の起源及び歴史の明け物で最もよく知られている。また、近藤義郎役、考古学の方法、近藤義郎、木村敏子役、考古学とは何かなどは日本の考古学方法論に大きな影響を与えた。インディ・ジョーンズ、クリスタル・スカルの王国ではインディアナ・ジョーンズが ゴードンチャイルドから影響を受けたことが明らかになっている。ありがとうございます。